ボッサボサじゃない、なんか鏡持ってくるね、ちょっと鏡なんか思ったより髪ボサボサだった。今日ちょっと寒いから長袖。そろそろ病院行かなきゃ。いや、シナモン見て、シナモン、こういうのないないのよ、こういうスウェット、部屋着のスウェットしかない、こういうなんか私服で着れるスウェットがない。いい顔するね。この季節にあえて面白い。季節感おかしすぎでしょ。夏。書いてない、お菓子集めて、はい、ラストワン、小姫の、小姫のラストワン引けてない。コギメのくじね、あの買ってたところが気づいたら終わってたから、そっからね、あのコギメのくじあるところに行けてないんだよね。でサンリオショップも行きたい、サンリオショップも行ってない、サンリオショップで行ってないからさ、コギメの新しいあのクマのシリーズ買ってないんだよね、何にも。ショップ行きたくって、オンラインでも買えるけど、ちょっとね、ショップに行きたい。サンリオショップで食べた。クイウェのくじね、マットと何やってたっけ、マットとルームライトとぬくるみぐらい。確か、あとなんかあったか、この紐も欲しいけど、
数が少ないのが出たいって。数少ないからその当たんないんだよ当たんないんだよ。ぬいぐるみとルームライトが2本ずつで、マットはの何個の2種類あるんだよね。マット何本ずつ入ってるか分かんない。ぬいぐるみとルームライトは2っていうのを覚えてる。当たんないよそりゃ他の数多いから。洗面器はね家に2つある。2つ、もういいねもういいから洗面器十分2個あればもういらん。ほぼかぶってペンケースだけかぶってないけど、あともう全部かぶってる。引いたやつ2個以上ある。ん ?2 個以上2個か、全部2個ずつある。そう全部2個ずつある。ケースだけ1個。猫にも洗面器いる？いらないでしょ。猫洗う用の洗面器ってこと？お風呂入れるようなそういうこと。猫元気だよ。猫だいぶでかくなったね。だいぶよかったなって時。基本ね、こゆめんがいるさ当たりくじしか引かないから、なんかでこゆめんの当たりくじ大体そうかぶるからあんまないねいつも引くのはね、キャラクター対象の当たりくじとこゆめんいるから。それもでもさ、それってさ、キャラクター対象のやつってその少ないから、こぎめんその中で1個だけとかだからトップ3ぐらいまで入んないと。こういうのいるの1個だけとかだからめっちゃ難しいの当てるのなかなか当たんないからさ。あとはね、こういうの当たりくじだから、キャラクター大賞と、あとその年に出ればこういうのほかに当たりくじ。去年はあれ、去年だよね、引いたの。あのなんかシナモンとマイメロちゃんと、あと小気味の当たりくじ。でもそれもね、3キャラいるからね、なかなか小気味出なかったね。今回は小気味だけなんだけど、小気味しかいないからいいんだけど、めっちゃかぶる。全部2個ずつある。ポーチ3つあったかな。あ、ポーチ3つあるな。ポーチ3つあるわ。そこに置いてある。あと全部2個ずつ。ポーチだけ3つ。
でも全然なんかさ、どれ当たってもいいみたいな、なんていうの、小木の当たりくじとかじゃなくて、なんか全然なんていうの、引いても引かなくてもどうしてもいいけどとりあえず引こうかなみたいなやつだったら犬出るかもわかんないけど、やったことないからそういうの、小木のやつしか引かないから。だけど今後も販売されわかんないまたあったら嬉しいけどちょっとわかんないな。もうさ、全然外出てなかったからさ、さっきアイロンしたけどなんかしっかりやってないからさ、軽くしかやってないからすごいあんまりうまくいってない。まあいいかまあいいか。コイミはサンリオだよ、サンリオのキャラクターです。虫が出ない国最高すぎる最高だよね、わかる。何弾いてもこういうんだから、ね、最高だよ。ターボ、みんなのターボ、ターボも可愛い。みんなのターボ、ここにねあれがある、ソフビーマスコット。ターボこれさ、すごいさ、頭が上から見るとめっちゃシュールなんだよ、なんかここだけここしかない髪がすごい正面あなんでクレヨン銃みたい、確かにこんな感じ髪ここしターボなんかさ、こうさ丸いわけでもなくってさ四角多分 T 多分だからそう振りますか。他にもねあるよ、いろいろ。これね、いろいろあるんだけど、キティちゃんがめっちゃ可愛くて、可愛くない、なんか可愛いの、このキティちゃん、なんかちょっとさレトロっぽい感じで、めっちゃ可愛い。このキティちゃん、これソフビマスコット、ランダムなんだよね、とかのいろんなキャラクター持ってる。コギメンとモップくんが欲しくて、あとニャニニョニョニョっていう猫のキャラクター欲しくて行ったんだけど、ランダムだからコギメンとモップくんは持ってる、ニャニニョニョは持ってない、出なかった。なんだろう、めっちゃ怖い、このキティちゃん、何ヌネのじゃない、ニャニニョニャニョ、猫だからねそう、ニャニニョニャニョ、
ていうキャラクターがいるんだよね。猫の子猫のキャラクターいっぱいいる。モップくんとコギメも可愛いよ。これモップくん、モップくんでしょ。でこれコギメ、コギメ胴体短くて可愛い短くない可愛いどっちがいいですか。カモップか。え、見通しもないよこれ。え、そう 1.5 ぐらい。このゲームよ。何ニエニョン言えてなかった。嘘、言えてたよ言えてたよ。何ニエニョンじゃない、ニャ、ニャニニニエニャーニーニューニェニョン。ニにちっちゃいイって言えなくない。ニニニになるよニにちっちゃいってどうやってむずいじゃない。ニにちっちゃい、普通ににってさ母音がイだからさ言えなくない。なににゅにゅにゅ言えてる。無視するの問題、確かに名前長いしね。これ長い。何人やっとこういうもん勉強してどう。モップくん、モップくんはこれ、モップくん、あ、ここにあれあるわ、ぬいぐるみマスコット、んマスコットキーホルダー見て、これ白飛びしてる、してないか、かわいい。コギメンのグッズはさ結構売ってるけどさ、モップがもう売ってなくってさ、これ見つけたから前買っちゃったモップがここにね、尻尾あるから詰めて、尻尾があるの、かわいい、クマだから。フード外せないんだよこれ。フードねくっついてるから外せない。クマ、白クマ、この一部の設定ではないけど、このぬいぐるみは外せないこれはくっついてるんだよね。だって手もさここにあるけど、こう通してるわけじゃないんだけど、ここについてるから、このブランケットに外せない。
モップくんも好き。僕持ち歩いてないよ。じゃあ携帯をこれ。クマのキャラクターも僕くんだっけ？サンリオ？クマのキャラ確かあれもいるけど、あのなんだっけ、あなんだっけ、めっちゃでもあれぬいぐるみなのかな、一応ティディベアなのかな、クマってるかシュガーなんちゃらみたいな、シュガーなんだっけなんだっけな、ちょっと見よう。サンリオ、なんだっけ、あのクマのね、シュガーバニーズしか出てない、シュガーバニーズじゃないんだよな、ティディビア、なんかね白いねこれ、なんだっけ名前が思い出せない、なんだっけ、リラックもはその 3X だね、サンリオじゃない、あなんだっけ、ちょっと前のねキャラクター大賞で知ったんだけど、わかんない、サンリオのキャラクターの一覧で見ようかな、もう忘れちゃった、キャラクターキャラクターってどいつ、キャラクターあった、なんだっけ、マルモフビューじゃない、そのモップくん、キャラクターいっちゃう、シュガーなんちゃらだった気がする、シュガークリームパフ、これだ、でもこれ多分ねクマだけどぬいぐるみなのかな、キャラ紹介、ヨーロッパの北の方で生まれたのんびり屋さんのクマのぬいぐるみ、クマのぬいぐるみだ、リボン集めが好きなおしゃれさん、おいしいミルクとミルクティーを入れるのが上手、ぬいぐるみシュガークリームパフ、これクマのキャラクターはいないのか、見てみるわ、サンリオさ結構さキャラクターいるから知らないキャラめっちゃいるんだよね、なんだこれ、
ゴミパイロック、なんかすごいさアニメみたいなキャラいると思った。人のキャラクター、商売ロックだけど、初めて見るキャラめっちゃいる。クマでしょ、クマのキャラクター、パンダのキャラクターいる、パンダップル、パンダップル、あとはポッキョクテン、これクマじゃない、クマのキャラ意外といるよ、意外といるけど、全部全部じゃない気がする。ミスベアーズドリーム、ちょっとキャラクターいすぎて分かんない全然知らないキャラめっちゃいる。いいよね、それ毎年さキャラクター大賞やってるじゃん。キャラクター大賞で初めて知るキャラも多いし、キャラクター大賞に出てないキャラクターもいるからめっちゃいるのキャラクター大賞に出てるキャラが全員じゃないんだよね。だからそう、出てないキャラクターもいる。多いよ、多分本国でサインらしいのに日本で人気なくていつも言わない本国でサインすごくない、多分なんで本国で人気あるんだろうね。多分でも普通に可愛いよ、ほら多分みんなの多分かわいい。キャラペンはかわいいね、確かに。多分ずっと口開いてるのしか見たことない口閉じてるのも見たことないな、多分。うん、これがうんターボって感じなんていうの、このめちゃくちゃ開いてるのがこれって感じ、ターボのイメージ。口閉じてる何も見たことないゴロピカタン知ってるよ、知ってる。キャラピは持ってない。ターボーとミュークリドリーミーってやつ、ミュークリドリーミー、これ、このキャラクターとキティちゃんとさっき見せたモンプくんとホイミュンと、あとグデタマ、グデタマ充電がない、充電がない、これ持ってる。ランダムなんだよね、だから何出るか分かんなくて。そのソフビマスコット持ってるのはこの6個、あと持ってない。ソフビちゃん持ってないね。ミミちゃん知ってるでしょ、キティちゃんとミミちゃんね、
ほぼ見た目一緒だけど色がちょっと違うんだよね、リボンの色とかね、服の色。キティちゃんのなんかアニメみたいなの見てた、なんか夕方ぐらいにやってるやつキティちゃん、キティちゃんって言うんですよ、なんかキティちゃんとか、キティちゃんもあった気がするな、キティちゃんとかしまじろうとかのなんかそのいうアニメ。ちゃんのダニエルくん、ダニエル、それもね、なんかどこある、あのスフビマスコットじゃないけど、スフビのやつじゃないんだけどね、当たった、これあのなんか目印ちゃん、でしょ。これもねランダムだった、出なかった。これもモップくん、モップくんはいないわ。これコギミンって、モップくん確かにいなかった気がする。これ何と、あとね、あのボンボンリボン、こうやってて、ボンボンリボンはひなこが好きだからあげた、ひなこに。私は見てない、ダニエル、コギミョン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 、充電が追いついてないさっき刺したけど、キティちゃんの靴下はね持ってない、多分持ってない、電気させてるんだけどしない、いつものことだけど、ショールームの消費がの方が大きくって追いついてない。ダニエルリボンついて、ダニエルちょっと、ダニエルくんリボンついてない、男の子だ。生揚げ、生揚げ食べに行ってない、でもねめっちゃ食べたい生揚げ、最近食べてない。で、牡蠣鍋食べてみたい、それ食べたい、食べたことない。ね、痛風鍋とかもあるじゃん、なんか牡蠣と何が入ってんだっけなんかいろいろ入ってるやつなんだっけ、いろいろ入ってるやつ、牡蠣が食べたい、家でやる、家で牡蠣ってさあんま大変じゃない、しかも生牡蠣だったらなかなかってなくない、なんか加熱用のやつしか、牡蠣ってそういうイメージ、買ったことないんだけど、それも白子とか、白子も好きで、今年初めて食べた、それも食べたことなくって、初めて食べたけど美味しかった。牡蠣グラタンね、それも気になる、食べたい。え、てか牡蠣行きたいな一応行きたいな、牡蠣食べたい、痛風鍋食べてみたい、牡蠣だけもいいけど行きたい。今日冷凍のあ、そんなんあるの、普通に生牡蠣で食べれるやつ、
金強じゃなくて、でも普通に売ってるやつはなんかスーパーとかで金強ばっかりなイメージ、買ったことないけど。こんな食用ある？カキ食べたいな。まあ加熱でもなんかカキどんな風にしたいの、加熱を普通に焼くだけもいいけど、カキ、いやこの前ね、なんか定期的にさ、なんていう、モッパン動画っていうのはなんかさ、なんか人を食べてる動画なんか食べ物いろいろなんかいろんなの食べてる動画見るんだけど、この前そのかきクリームパスタみたいな食べてる動画見ててめっちゃ美味しそうだったんだよね。モッパンっていうのなんかあるじゃん、なんか食べてるだけの動画。あれでかきクリームパスタ見てめっちゃ食べたくなった。食べたい。すごい美味しそうだった、楽しい。なんかね、最初そう思ってたんだけど、見るまでなんか楽しいよ。普通の食事だけど量が多かったりするね。いやめっちゃ食べるから、そう楽しいよ見てて。それが美味しそうだった、カキクリームパスタ。でもなんかね、すっごいね深夜とかね、そうたまに見たりするんだよね。お腹すくね普通に。前ねちょっと何を思ったのかね、めっちゃ早朝にこうメイクしなきゃの時があって、そう家でメイクしながらテレビでよ、テレビで YouTube つけて、そのなんかいろんなねモッパン動画食べてる動画見てた。それ見ながら早朝にメイクしてた。なんかねすごいその時それが見たくて、テレビでそれつけながらあのメイクしてた。そうメイクしてるからさ、テレビつけてるけど音聞いてるだけみたいな状態、見てはいるけどみたいな。すごいさ、周りの人からしたら意味わかんないよね。めっちゃ朝早い時間だよそれ、5時とかそんぐらい、時間覚えてないけどそのぐらいのなんか朝早い時間に見てた。深夜とかも見るときはそのベッドで横に塗りながら携帯でさ YouTube で動画見たり。その時はよく見てたんだよねそういう動画を。最近全く見てなかったんだけど、ちょっと前にはなんかまた見始めた。たまに見たくなる。オイスターバー行きたい。オイスターバーね、また行きたい。一回だけ行ったことあるけど。永遠卵焼き焼いてる動画とか見てる。永遠に卵焼き？それ見たことないや。見たことない、そういうの。
食べてるやつしか。最近ねそうよく見てた、その牡蠣のクリームパスタとなんか何見たかな、私なんだっけな、なんかいろいろ見たんだよね。自分が食べたことないやつとかの動画見るの楽しい食べたことあるものよりなんかなんだっけな、サーモンレアカツとか食べたことないからすごい美味しそうだったあと何言ったかな、なんかいろいろ見たから覚えてないや。ラーメン屋さんの一日の動画も楽しい楽しい、仕込みみたいな動画。そう、おすすめに出てくるの、そうだ、最近見てるからそれがいっぱい出てくる。ちょっと前まではそのゲームだらけだったんだけど最近そのなんか食べる動画めっちゃ見るからそれ流れてくる、いろんな人の。ヒスコーブン動画、ヒスコーブンってさ知ってるけど、それヒスコーブン動画って何わかんない。一日系の動画見ちゃう？意外とみんな見てんの。一日系のやつは見たことない、その食べるやつ。なんかね、なんでかわかんないけどね、楽しいよ見るの。なんでかわかんないよ口見るかな、携帯。最近見たやつ、 YouTube 音出ないなって。あ、こっち何見たか分かんないよ、ログインしてない。なんだっけ、見てる方がいて、あの動画なんだっけな、この前これ食べた、あ、これ食べたやつ見た、これ食べたって言っちゃった、自分食べてないのに。見た、食べてるの見た。プルダックラーメンとチーズキムチキンパでもこの時はきっと私が韓国料理が食べたくってこれ見たの韓国料理自分が食べたくってね月見食べたい時はね、そういう月見バーガーのやつとかいろんなこと食べついてたその時でそう自分が食べたいのを見るの、人が食べてるの何言った、でもそこら辺かな。自分が食べたいのなんか動画見てさ書いてるじゃん、何食べるか、サムネとかに持ってるじゃん、自分が食べたいのを見るってめちゃ食べたくなるよ、だからめちゃ食べたくなるけど見ちゃうんだよな韓国料理もさ最近食べてなくって、行きたい韓国料理、韓国料理何が食べたかな、うん、チーズキンパ食べたいなこの前見たから食べてる動画を。あとなんだろう、チーズキンパ、あとなんかエビサムギョプサル、この前ねひなこと、みつおちゃんとひなのと、この前って言っても数ヶ月前だけど、2、3ヶ月前だけど、その時に初めて食べてエビサムギョプサルってやつ、なんかエビの周りにさお肉巻いてて、エビに
エビの周りにエビにお肉巻いてて、それを焼いてさ、でなんかトルティーヤに包んでエビをでソースにつけて食べるやつなんだけど、めっちゃ美味しくって食べた。辛いの食べないすごい辛いのも好きだけど、でもその今言ったやつチーズキンパとエビサムギョプサルかな、名前合ってるか分かんないけどはね全く辛くない、辛いやつじゃない、それ食べた。あとチャプチェもいいね。もうチャプチェはもう完全にヒナノンの影響だね。ヒナノンがめっちゃチャプチェ好きで韓国料理屋さん行った時もそれもヒナノンがどうしてもその時もうどうしてもチャプチェが食べたいって言ってすごいチャプチェの気分なんだってずっとチャプチェって言っててでそれで食べたらめっちゃ美味しかったんだよね。その時に食べたやつがもともと好きだったんだけど、そこのね韓国料理屋さんのチャプチェが美味しかったなんかひなのがねその時すごいね食べたかったらしくてずっと言ってたのその時、もうどうしてもチャプチェが食べたいってそうだからあの新大久保行くって言って、その韓国料理屋さん新大久保いっぱいあるじゃん、だから新大久保で。あ、そう、春雨みたいなやつめっちゃ美味しいその時面白かったな、ひなのずっと言ってんだもんチャプチェもう食べた時ももうこれが食べれて満足みたいな感じで言ってたもうずっとそのこと言ってたひなのねちょっと変わってる、ひなのもみぞちゃんも変わってるけど、みんな変わってるけどてる私ねその話もしたんだよねこの前、その4人で定期的に言ってるんだけど、本当今までの友達の中で一番変わってるっていうのを全員が全員お互いに言ってたひなこはあのでもねその3人がねそう変わってるからそうひなこはね福留が1位で2位はひなのって言っててみつおちゃんはみつおちゃんも同じようなこと言ってたんだよね忘れたけどお互いに言ってた、今までの友達で一番変わってるって私も変わってるいやでも私はそのランキング入ってなかったのよそう面白いからねあの人たちは。福留はまだマシな気がするけど、何かねだいぶ変わってるよ瑞穂ちゃんもなんか昨日はなんかさ瑞穂ちゃんガチャガチャが好きっぽくって最近、あ時間本当だ、ちょっとこれだけ話さ、なんかちっちゃいなんかあの変声機のなんかガチャガチャやってて、もうそれでずっと喋ってて、昨日来た時もそれでもうまず一言目をそれで喋り始めて途中で壊れてさ使えなくなったんだけどめっちゃ悲しそうだったちっちゃい変声機でずっと喋ってた最初だいぶ変わってるよみぞちゃんも。じゃあ13位からランキング見ます。13位ちーのさん、ありがとうございます。
12位筋肉愛好家さんありがとうございます。11位プッチーニさんありがとうございます。10位大野高文あと幕握手会1時間で応募しましたさんありがとうございます。9位ゆじゃとまく今日からだけをずっと愛してるからねさんありがとうございます。8位にゃこさんありがとうございます。7位にゃほぞさんありがとうございます。6位ラスカールさんありがとうございます。5位香港のハルマとマーク今日かおいさんありがとうございます。4位グランザットマーク許可タムズさんありがとうございます。3位フロマンさんありがとうございます。2位ラボーナさんありがとうございます。そして1位がウドさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとう以上ありがとうございました。ありがとう。明日の配信は明日も夜やろうかな。夜今日ぐらい23時ぐらい22時。で明日ハロウィンだからなんか着ようかな。どっちか赤ずきんちゃんかチャイナどっちか着る。どうしようかなって思ってます。チャイナズキンチャイナズキン普通チャイナの服着てあの赤ズキンちゃんのさあのズキンっていうのあの帽子のやつだけってことおかしいでしょチャイナの方が多い。じゃまた考えとくわ。来ちゃいなよ。もうほんと昨日のみそちゃんもずっとそんな状態なこと言ってた。私がさチャイナ服着たっていうのをさツイッターに載せてさずっと同じようなこと言ってたよ。そうずっとなんかチャイナに絡めてくるっていう。みそちゃんはそんな感じ常にそんなこと言ってる。似てるねみんな言うことがみそちゃんと。同じ思考してるよ。あとちょっとかあとあともうちょっと聞いちゃう話じゃあ明日もちょっと一緒ぐらいで明日はチャイナか赤ずきんちゃんいやどっちが着る。まだ決めてない明日決めるわ。配信しようかな同じぐらいの時間でやると思う。切れちゃうねそろそろ。じゃあまた明日の配信でありがとうございました。またね。おやすみなさい。あ、コート。おやすみ。またね。ありがとう。